セルドエラーは、アメリカ・ミシガン州、デトロイトを本拠とするクレイトンによる、エレクトロニック・ロック、音楽プロジェクト。マルチプレイヤーであるクレイトンが、インダストリアル・メタル・バンド・サークル・オブ・ダスト解散後の1999年に、指導させた音楽プロジェクト。作曲、演奏、リミックス、DJ やライブ活動などを行っている。多面的な音楽性で、活動初期は、 エレクトロニックロックに分類され、ドラムンベース、トランスやオーケストラなど多彩な要素を含み、現在は、ブロステップなどのエレクトロニックダンスミュージックの要素を含む楽曲を発表している。また、映画やトレーラー、テレビ番組、ゲームなどにも楽曲を提供している。アマゾンの MP3 ダウンロードでは3部門でトップ10に入った。90年代中盤にクレトンは、 インダストリアルメタルバンドサークルオブダストにて活動開始しカルト的なファンを獲得していた。同時期に人気メタルバンドアーガイルパークにてドレッド、デスウィッシュ、セルドウェラーという名義にて参加をしていた。サークルオブダスト解散直後、クレートンは 未発表楽曲をリワークした作品によるアルバム自賛陰とイリュージョニストのクリス・エンジェルとの新プロジェクトエンジェル・ダストのアルバムを発表した。二つのアルバムはそれまでのインダストリアルメタルから脱却し最新のエレクトロニックミュージックやロックのメロディを強く取り入れたサウンドとなった。この変化により現在のセルド・オエラーの世界観を決定するサウンドものとなる。 クレートンは1998年、1999年にセルドーエラーとして活動開始し3曲のデモ曲と2曲のトランス楽曲が収録された限定版 EP を発売したが即座に完売。エンジェルダストは2000年に3枚分のアルバムを楽曲を完成した後にクレートンがセルドーエラー名義での活動を専念することを理由に解散。 クレートンは、プロデューサーのグラント・モーマンと共に、デビューアルバムセルドウェラーを2001年2月にリリースする予定であった。しかし諸事情により発売が遅れることになった。その間、クレートンは、ファンとの交流を行うために、多くの日記やメールなどをウェブサイトを通じて配信し、2001年には、芝居オンのマルチトラックを公開することで、ファンや交流のあるミュージシャンへ、 楽曲のリミックスを行わせるイベントを企画した。そのイベントから選ばれた優秀な8つの楽曲は mp3.com にて公開され、エレクトロニックミュージックのチャートをほぼ独占し、リリースされた楽曲は当時では破格の50万回、以上 mp3.com で再生され、6年後に EP としてネット配信された。そして、アルバム、セルドウェラーは、 2003年初頭に発売が開始され、ビルボードのインターネットセールスのチャートに乗った。このアルバムでは、タップルートのドラマー、ジャロッド・モンタギューが参加している。2004年に、ジャスト・プレインフォークス・ミュージック・アワーズの7つのアワード、アルバム・オブ・ザ・イヤー、プロデューサー・オブ・ザ・イヤー、インダストリアル・アルバム・オブ・ザ・イヤー、メタル・ソング・オブ・ザ・イヤー、 ベストインダストリアルロックソングの2曲、ベストロックソングを受賞した。その後、iOS のゲーム、タップタップリベンジにて、最高難易度の楽曲として、スイッチバックやバースライトが収録された。ロゴ2004年に、クレートンは、ザ・ベータ・セッションズと呼ばれる2枚組ディスクを発売した。1枚目のディスクは、サークル・オブ・ザ・ダストの最後の楽曲、グッバイを再レコーディングしたものや、 スイッチバックの別バージョン、限定版で発表した初期の EP 楽曲、アルバム、セルド・ーエラーのデモバージョンなどが収録されている。2枚目にはアルバム、セルド・ーエラーの楽曲を、バンド構成を変更し、少ないメンバーで録音したバージョンのものが収録されている。クレートンは、このようなデモ版の音源を、今後もアルバムの発売と、同時期に未収録のものやでも、 貴重なトラックを今後もリリースすると予定している。アルバムがリリースされてから2006年から自身のサイトにて最高の楽曲を作るというコンセプトのもと The Take It and Break It Celdweller Remix Competition というイベントを開催し多くのリミックス EP が発表された。このようなファンからのリミックスを公式に受け付ける流れは 2001年の新ポイントのリミックスイベントから始まったもので、ザ・テイク・イットブレイク・イットコンペティションでは、セルドウェラーの公式サイトにオリジナルのマルチトラックを公開し、参加者はダウンロード、完成したリミックスを特設サイトにて公開することができる。このイベントは3回のラウンド制になっており、各ラウンド終了後に、 優秀なトラックは公式リミックスとして販売される。2008年には、このイベントは、フィクストリミックスコンペティションとして、セルド・エラーや他のアーティストの楽曲をリミックスできる機会を提供するサイトとして進化した。2008年12月に、サウンドトラックフォーザボイセズインマイヘッドボリュームレ0 1という短いインスト楽曲のみのアルバムをリリースした。 これらの楽曲はそれまでに作り止めてきたデモ楽曲を映画やテレビ番組、ゲーム挿入曲として使うことを想定して作られている。さらにいくつかのトラックは制作中であったセカンドアルバムの楽曲も含まれている。セルド・エラーのプロデューサーはこれらの楽曲はデビューアルバムのようにネットなどのメディアに公開されるべきと考えており、 現時点でも多方面で挿入曲として利用されている。セカンドアルバムは2004年から水面下で制作が開始されていた。本来は2006年の夏頃にリリースされることを予定していたが、ファーストアルバム同様に公開が遅れていた。2009年3月にクレイトン本人によりタイトルは Wish Upon A Black Star で 50曲以上の楽曲を10曲までに絞り公開すると彼のブログにて告知した。そしてアルバムを2曲で1章という形式にて公開を行うと告知をした。2009年4月にウィッシュアポン、A ブラックスターが公開、次回のベータセッションでは大量の未発表デモが公開されるだろうとコメントを残した。ウィッシュアポン、A ブラックスター制作時に サウンドトラックフォーザ・ボイセズ・イン・マイ・ヘッドボリューム・レイ1の続編サウンドトラックフォーザ・ボイセズ・イン・マイ・ヘッドボリューム・レイ2を制作に着手ウィッシュアポン A ブラックスターはこのアルバムの制作手法を利用して完成させた2曲ずつリリース公開されるこのアルバムは各章ごとネットで販売されすべて揃った時に CD 等の物理メディアで販売される予定 サウンドトラックフォーザボイセズインマイヘッドボリューム l 02の第1章では4つの楽曲がフィーチャーされ約20分ほどのアンビエントトラックが収録されている加えて第1章の限定版 CD が2010年12月7日に発売されデストンというタイトルのアンビエントトラックが収録ウィッシュアポン、A ブラックスター SVH ボリューム e 02の 制作中には多方面の活動を行っている。クレイトンがプロデュースするアーティスト、ブルー、スターリのデビューアルバムの制作や、XBOX360、プレイステーション3用ゲーム、デッドライジング2に収録される新曲キルザサウンドの制作や、過去の楽曲の選定、他に、BT やジェスの楽曲のリミックス制作を並行していっていた。2010年4月に、 5年ぶり、セルドエラーとして、初めてのライブ活動を行うことを表明。バンドは、クレートンとフィクストのレコーディングアーティストであった、ブルー、スターリットで最初のツアーが組まれた。2010年秋には、ニューヨークでのトリトンフェスト、ジョージア州のドラゴン館、トロントでの EBM フェストでの演奏を行い、同年11月にはライブで演奏したバージョンを、 収録した音源をリリースするとアナウンスした。それらの音源はセルアウト EP01 として iTunes 専用楽曲にて2011年1月25日より公開された。2011年4月にアメリカにて大発生した竜巻災害による救済を目的として同年5月4日に4枚の EP が72時間限定でグルーピーズにて公開され、 売り上げの20%を、赤十字に募金された。4枚の内容はそれまでに、リリースされた、セルアウト EP01、チャプター01 of for the、オブサウンドトラックフォーザボイセズインマイヘッドボリューム l u 0 2チャプター03オブウィッシュアポン、A Black s t a そしてザ。チャプター02オブ SVH ボリューム e 0にて、収録されなかったリミックス楽曲や、未公開トラックセニョリータボニータ、 アトモスフェリックライトのデモ版が収録されたザーンリリースド EP が販売された2011年5月にユーストリームにてクレートンは2011年7月初旬から中旬にかけて VIP メンバーシップを立ち上げ未公開のデモ楽曲や映像ニュースや特別割引を受けられるサービスを計画していると発表した2011年11月24日 ウィッシュアポン、A ブラックスターを翌年3月27日にリリースすると公表。2012年2月14日、チャプター例に、オブサウンドトラックフォーザ・ボイセズ・イン・マイ・ヘッドボリューム例に、がリリース。そして、ライブ予告を行っていた、ライブアポン、A ブラックスターの遅延とウィッシュアポン、A ブラックスターが2012年5月22日に遅延すると発表。 2012年3月2日 SVH に収録予定の新曲エララがシングルとしてリリースされた。2012年3月26日に MP3 版のライブアポン A ブラックスターがリリースされた。しかし、ライブアポン A ブラックスターブルーレイ DVD 版は4月17日に発売される予定だったが、さらに発売延期し、 さらに5月22日まで延期されることとなった。ウィッシュアポン、エイブラックスターもさらに延期され、6月初旬に延期されることとなった。その後、2012年4月18日、ウィッシュアポン、エイブラックスターの最終発売日が2012年6月12日と確定された。2012年5月22日ライブアポン、エイブラックスター DVD。 ブルーレイ版はアルバムに合わせて2012年6月12日と決定した。2012年6月12日、ウィッシュアポン、A ブラックスターとライブアポン、A ブラックスターブルーレイ DVD 版が発売2012年7月13日、SVH ボリューム0に収録予定の楽曲シングルとしてリリース。また、アルバム SVH ボリューム27月24日に、 リリースと発表。2012年7月16日、新曲、タフガイをフリー音源としてダブステップ・ネットにて公開したクレートンより、この楽曲は、次期アルバムに向けて制作していたものであるとコメント、寄せた。2012年9月14日、新曲、クラッシュアップとミスマーダー、エスパーソナルやソールターナティブプレスのウェブサイトで公開された。この楽曲は、 AFI のミス・マーダーとデペッシュモードのパーソナル・ヤッソがサンプルとして使用されている。2012年10月19日、クラッシュアップの別タイトルとして、クライ・リトル・シスター vs ハロー・ゼップがブラディ・ディスガスティングのウェーブサイトにて公開された。この楽曲には、ジェラルド・マクマイホンのクライ・リトル・シスターと映画、ソウのメインテーマハロー・ゼップが使用されている。 2012年10月22日、エストニア、ラトビア、ロシア、ウクライナを筆頭とした海外ツアーを告知。2012年10月26日、グルーピーズにて、新しいキャンペーンを企画。サウンドトラック for The Voices in My Head Vol.1 and Vol.2、ライブアポン、A ブラックスター、ウィッシュアポン、A ブラックスター、ザ・コンプリート・セルアウトの他にライブアポン。 エイブラックスター DVD の内容をダウンロード版に編集したものを販売。すべての売り上げを米国の児童保護基金に募金すると表明。このキャンペーンを通じて募金者へは3曲の未公開楽曲とウィッシュアポン、エイブラックスターのデモ版が収録された一般リリースド EP には限定で公開された。2012年12月11日、ウィッシュアポン、 A ブラックスターのリミックス楽曲が多く収録されたスペースタイム EP がリリースされた。アルバムセルドウェラーの再発行、小説版ブラックスターとセルドウェラースコアアルバム2013年2月11日、デビューアルバムセルドウェラーのリリース10周年として、クレイトンはこのアルバムを5月に豪華2枚組のアルバムの再発売を予告。未公開楽曲であった。 アンクラウンドの完成版を追加収録しての再発売となる。この楽曲はもともと収録予定ではあったが、完成されたなかったものである。またこのアルバムでは、グルーピーズでのキャンペーンにて公開されたリマスター版が収録されている。2013年5月1日、クレートンは各 SNS のページなどで告知動画を公開し、フィクストのウェブサイトにて、 リ・イシュー・オブ・ヒズデビューアルバム事前予約のアナウンスを行った。そして、2013年6月10日、オリジナル版より1日早く再発行版がリリースされた。2013年3月29日、ソングライターであるケンジへとのコラボ制作した未発表楽曲ヤンダーが無料ダウンロードで公開された。この楽曲は2009年頃に制作されたものである。 2013年6月25日、ザ・コンプリート・セル・アウト・ボリューム・レイ・イインストゥルメンタルズがリリース。ザ・コンプリート・セル・アウト・ボリューム・レイ・のインストゥルメンタル版が収録されている。この時期に並行して楽曲提供を行っている。バンド IC スターズのアルバム、ニュー・デーモンズやゲーム、デッド・ライジングさん向けの楽曲などで4曲の提供を行っている。合わせて、 ジェームズ・ドーリーとの共作ブラックさんの制作が行われ映画アイ・フランケンシュタインに収録された。2013年2月頃アルバムからウィッシュ・アポンエイ・ブラックスターのテーマを元に構想した小説ブラックスターの制作を行っているとアナウンスした。この小説は SF ノベルザ・ベイン・オブ・ヨトやキース・フェレルトの共著ブラッド・ムーンバース・オブ・ザ・ビーストにて ニューヨークブックフェスティバルなどで5回受賞している SF 作家ジョシュ・ビオラによって執筆されている。2013年12月3日にこの小説の刊行を予定しているが、同時にこの小説に合わせたイメージアルバムや新作のアルバム発表を計画している。サウンドトラックフ The ボ o セズ・イ s in My Head ーム l u m 03はセルド・エラーの Facebook のページにてアナウンスされた。 また、チャプター01 of SVH v o l ーム03は、映像制作会社ザ・オーチャードによって公表された。2013年7月2日に iTunes で先行公開されているが、フィクストストアを筆頭とする他の配信サイトでは、2013年7月16日に公開された新しいプロジェクトとして、アーティストバリアントのユニット、スキャンドロイドでの活動を開始した。 新曲はウェブサイトで公開され、新曲サルベーションコードが2013年8月6日から公開されている詳細はセルドウェラーディスコグラフィを参照。ありがとうございます。